ミラノコレクション AT は日本のプロレスラー。2000年に東竜門2000プロジェクトの一員としてプロレスラーとなり、その後全日本プロレス、DDT プロレスリング、新日本プロレス、プロレスリングノアなどのリングに上る。怪我の影響で2010年に引退し、その後は生態師に転身し生誕員の経営を行うほか、ワールドプロレスリングの解説者を務める。 リングネームの AT は本名のテルイ・アキヒトのイニシャル。ただし、両親の離婚に伴い、現在の本名は沢藤・アキヒト。1996年、アニマル浜口トレーニングジムでトレーニングを積む。1998年、FMW の練習生になったが、東流門の6期生の募集を知り、メキシコへ渡る。2000年5月13日、 メキシコのアレナナ・ウカルパン、対、神田博之戦でデビュー。吉野正人、辻本康氏、近藤修二、八木隆之、高木翔吾とユニット、イタリアンコネクションを結成して、リーダーとなり、一時は、登竜門マットを接見するが、方向性が変わるにつれて、メンバーが、次々と造反して解散。自身もドラゴンゲートを退団して、アメリカへ渡りローなどに参戦。 2005年中に噂されたドラゴンドールへの参戦は2006年2月7日に行われた T2P1 ナイトスタンドで果たされた。また、4月20日に全日本プロレスへ初参戦し、念願であった武藤慶治とのタッグを結成。5月4日に DDT プロレスリング初参戦。海外で知り合ったくどから聞いていなかったのか、ゲーである男色 D のとタンクを組んでしまい。 案の定味方のはずのディーノに試合中に襲われ、ディーノと大橋トールの構想で使用されていた、レーザーラモニ HG 風のコスチュームを身につけさせられて、ミラノコレクションゲーティーに変貌してしまった。7月23日には新日本プロレスのイベントレッスルランドのリングに上がり、8月12日に新日本プロレス両国国技館大会で行われる、長野正弘復帰戦のパートナーを務める。 新日本ではヘビーとの組み合わせがほとんどだったが、10月9日の両国国技館大会でタイガーマスクと対戦して勝利。11月22日にはプロレスリングエルドラド新宿フェイス大会に参戦してイブシコータとコンビを結成。T2P 時代はギミック上愛犬 M 氏出身を名乗っていたが、ジャパン合流後に日本人宣言時、本当の出身地を公開。 しかし、2007年現在参戦している新日本では、再び、イタリアミラの出身を名乗っている。2007年6月に行われた新日本、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア・フォーティーン・パワー・オブ・マインドで、井上渡を破り初出場で、初優勝。2006年7月23日の、レッスルランド初登場から11ヶ月。 8月12日の本戦初登場から数えるなら、わずか10ヶ月での快挙であった。2008年1月、新日本プロレス所属となった。11月敬遠の中と言われた大地と和解し、タッグチーム、ユニオーネを結成。しかし、2009年1月31日の試合後のマイクで、実は俺、昨日、体重計に乗ったら90キロだったよ、とコメント。ジュニア戦線に、 本格復帰することを明言した。5月、ベスト・オブ・ザ・スーパー・ジュニア、ズビー、ザ・ハード・ラック・ソルジャーズ、開幕戦では、プリンス・デビットと対戦。共に、身体能力の限界を極めた、高難度にして華麗な攻防を見せ、原神日ジュニア最高峰の戦いを繰り広げた。9月13日に行われた6人タッグマッチ戦で、目を負傷。 右目下直近か借金麻痺と診断され、復帰未定まで追い込まれた。一時手術は成功し、リハビリを始めていると新日本公式サイトでも書き記されていたが、そのリハビリでの回復状態は予想以上に思わしく、なかった。そして、新日本プロレス携帯サイトで連載している、パラダイス日記において引退を決めたことを明かし、2010年1月18日に、 記者会見を開き引退を正式発表した。引退会見では、目の怪我について2005年の時から目の焦点が合わなくなり、その時はに3日で治ったものの、ちょうど昨年から再度焦点が合わなくなったようであり、まともなロープワークもできなかった。そのためいつ手術してもおかしくない状態が続いていて、9月の 試合でたまたま症状が出たと本人の口から事情が語られている。2月14日の両国国技館工業第2試合の IWGP ジュニアタッグ選手権試合の試合後散々罵倒し続けてきたゲドにトラースキックを打ち込む。そして IWGP ジュニアタッグ王座を防衛した田口デビットと一緒になって祝った。休憩後自身のテーマ曲であるミラノフィーバーヨーロッパで 女性ダンサーを先頭に、純白のスーツで入場。マイクで引退の挨拶を済ませると、ストム多すぎ、ヘラクレス地下、大足通る、FMW 時代に付き人だった早草、ブサ、落語家の三遊亭楽太郎ラミラノに、ゆかりのある人物たちから花束が贈られた。また、来場できなかった、近藤修司は、VTR コメントで祝福。さらに、サプライズゲストとして、 ウルティモドラゴンが来場。ミラノは涙を浮かべて迎え入れた。記念撮影を終えると、10カウントゴングが鳴らされ尾崎ひとしリングアナウンサーが最後のコール。トリコロールカラーの紙テープがリング状に大量に投げ入れられた。その後、再びマイクを握ると、8年間シャイス生活だった、早草ささんを絶対直してみせます。 第2の人生の一発目のイタリア革命は、はやぶささんを車椅子生活から話すことです、とコメントした。なお引退後については、新日本プロレスからは、フロントとしての残留を要請されたものの、12月に、宅地建物取引士試験に合格したことや、以前から東洋医学に関心があったことから、今後のことは未定としていたが、結局東洋医学の道に進んだ。 自然治癒力を高めるという FF 構成術と呼ばれる理論を学び、マッサージ点、足、踏み堂を立ち上げた。引退後は新日本のリングの解説席で解説を行っている。2011年8月の G1 クライマックスでも解説を行ったが、矢野通隊、秀夫斉藤戦で、矢野が傷ちで秀夫を大出しようとして秀夫がゴングを縦にして防御し、 ゴングの音が鳴るというチン場面で耐えられず大爆笑した。経歴上、メキシコ系のプロレスの情報に強く解説席での口癖は最低。ただし用いる際はヒールユニットがレフェリーのブラインドをついて反則攻撃フォール勝ちを収めた際に呆れた調子で発する。2016年に入ってからは内藤哲也から 入場時や試合終了時に絡まれるようになり、勝ち試合の時には自身が生体師であることにつけ込まれ、体を見てくれと、つらずえと、幹部指差しアピールで挑発されるようになった。内藤入場の際はリング外を一周回して、リングインする内藤に見つからないように放送席から数ブロック横に座席移動している。2017年1月には飯塚隆氏が、 自身の隣にいる、野上アナを襲撃した際、避難並びに野上アナの救助措置のけで、これ本当にあったんだと、ファン目線で感激遭遇しつつ、反面、野上アナの寿命が15年縮まりましたと、一点冷静に解説していた。2017年2月11日の大阪大会では、LIJ のサナダが試合終了後、ミラノの眼前で、ミラノ自身のジャベである。 パラダイスロックをミラノに見せつけると、使用許可は出していないがかけ方は僕より上手いと、複雑そうなコメントを残した。以降、サナダはこの技を使用している。お気に入りの選手については、LIJ 所属時代のエビルが挙げられ、彼の得意フレーズである、エブリシングを放送席で絶叫する場面や、入場時にエビルのグッズを胸元に掲げて、目を閉じ、 祈りを捧げるようなパフォーマンスを行っていた。しかし、2020年7月開催の大阪城ホール大会にて、エビルが LLJ を離脱してバレットクラブ入りし、さらに愛用していたエビルのシックルペンライトを破壊され、鉄作に叩きつけられて、以降はエビルを大嫌いだと発言している。2020年11月からはエビルに代わってグレートオーカー号をしており、 オーカーンの試合は、帝国国際放送による中継と称して、解説を行い、実況や、同伴の解説者によって即座に、訂正や突っ込みを受けるパターンがお約束となっている。また、バレットクラブのチェーズ応援図についても押しており、お気に入りにあげられる。もともとは、インサイドワークのうまさを評価する程度の、解説であったが、徐々に、応援図をひいする解説を行うようになり、 上記のエイブリシンクと同じ口調でオーエンズと叫ぶシーンが見受けられる。2019年12月、新日本と同じ武士ロードグループに加わった女子プロレス団体スターダムのスペシャルコーチに就任。2020年1月31日、高楽園ホールで行われた東流門特別工業においてドラゴンゲートのヒールユニット RED の反則行為を受けていた。 東流門軍を救出すべく私服姿のまま、観客席からリングへ乱入。パラダイスロックや、イタリアンコネクション時代の連携を披露し、ファンに向けて、ただいま、と声を発した。解説席上の振る舞いは、紳士的ではあるものの放送席のゲストが大地の、場合は、ユニオーネで互いに気心を知れてるせいか、忖度なしの言動となることも多く、 バレットクラブの試合となると立腹する大地をいめたりもしている。一方で、ミラノ自身もバレットクラブには壁キ,キしており、解説席においてバレットクラブ相手にイルミネーションマッチはやってはいけない、と、継承とも取れる発言をしている相手を足4のあざがために極め、相手の左足を自分のももに引っ掛けて、両足をロックして絞り上げる。とのタッグチーム。 ユニオーネの時にしよう。ありがとうございます。